テレビ番組はテレビジョン放送によって送られるコンテンツの総称のことである。テレビ番組の内容は極めて多岐にわたり、また放送局の性格によっても異なる。地上波放送は総合編成、衛星放送は専門店型編成が一般に見られる。具体的なテレビ番組の名称についてはテレビ番組一覧を参照のこと。放送方法上では 放送番組の種別は、教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等としている。また106条では、各放送事業者において、各種別の相互の間の調和が義務付けられている。そして、法107条では、各テレビ局は、放送番組の種別の基準を定めて公表することが義務付けられている。日本放送協会では、等を除いた各四種、 民間放送テレビ各局では4種に通信販売とその他を加えた6種を公表のための分類目安としている。なお、教養番組と教育番組については法2条に内容の定義があるが、報道番組と娯楽番組についての定義はなく、この放送番組の種別の基準の自主公表に委ねられている。この公表では一つの番組が上記4種。 内し六種のいずれか複数を兼ねている場合が、通例である。2020年4月期の日本テレビを例にとると、ZIP 情報ライブミヤネ屋は、娯楽、報道、教養、教育のいずれの種別にも属する番組として、それいけ、アンパンマンは、娯楽、教養に属する番組としてそれぞれ公表されている。上記の放送法に基づく種別公表や、 視聴率調査のための分類など、テレビ番組の分類項目の設定は重要な事業として行われている。それらの分類は、あらかじめ項目を決めてから全番組をいずれかに分けるような方法をとるのではなく、いくつかの似た複合的性質を持った番組を、一つの種別としてカテゴライズするような形で行われる場合がある。結果、よく似た、構成の番組が、 複数の分類にまたがって属したり分類するものによって分類先が異なったりする。例えば、タレントが教科書から出る試験問題をクイズとして解くという内容の番組がある場合、それは細分的にはクイズ番組であるが、上記の法的に義務付けられた分類種別公表の場合は、クイズという主要構成に注目して教養番組と分類する場合も考えうるし、 出演者であるタレントに注目してバラエティ番組イコール娯楽番組と分類する場合も考えうるし教科書から出る試験問題に注目して放送対象を重視し青少年向け教育番組と分類する場合も考えうるまたこれまでに設定された項目のどれにも属さない番組が生まれた場合でも項目の増加や拡大は統計に困難をきたすために行えないことから 結果として、しっくり来ない場所に分類されることもある。教養番組教育番組 NHK、教育テレビの番組に代表される、あらゆる世代向けの教育を行う番組、報道番組全国向けのものと地域向けのものがある。多くのテレビ局では、ニュース番組を報道局が制作する。映像で即時的に情報を伝えるテレビの特性から、 しばしばニュースの現場からの中継放送が行われる。情報番組娯楽番組複合的な内容を持つ番組児童向け番組1950年代前半に日本で民放テレビ放送を開始するとともに各地で次第に地方局の相次ぐ開局、特に平成新局の開局ラッシュにより放送対象地域も拡大されるようになったが今なお地上派の民放による 民放テレビ番組の完全な形での全国放送は実現していない。これは公共放送である NHK が放送法により日本全国をくまなくカバーすることが義務付けられているのに対し民放各局にはそれがないためである。また2000年に各キー局の子会社で個別に BS デジタル放送局が開局したことで地上波では 不可能な民放テレビ番組の全国化放送も可能と期待されていたにもかかわらず、BS デジタル放送において著作権管理団体など、都の権利処理などの理由から、各系列とも、地上波、BS との同時ネットもしくは、遅れネットを行っている番組が少ないのが、現状である。それを裏付けるかのように、日本テレビのアニメや各コンテンツ事業を統括する。 元アナウンサーの船越正氏は、テレビ局にとっての最強のコンテンツは、地上波放送の番組と発言している。キー局の中でも、特に、テレビ東京は、系列局が、テレビ東京を含めて6局のみと他系列に比べて、圧倒的に少なく、大都市圏と地方の格差を拡大する要因の一つとなっている。系列局がない地域の地方局や、中京、 関西圏の独立局向けに番ハンネットする番組もあるが、それも一部に止まっている。また番組によっては一部系列局のみの放送に止まっているものも少なくない。2007年に大阪府域局であるテレビ大阪の京都府、兵庫県全域への放送エリア拡大や、宮城県、静岡県、広島県への系列局開局構想を当時の社長が発表したが、 その後具体的な進展はない。毎日放送の東京支社テレビ編成部に所属し、現在は同局のテレビアニメなどを担当する丸山博雄は、テレビ番組は受動的なメディア、テレビは偶発性を帯びた媒体と評した上で、偶然見た番組が視聴者を魅了する、可能性を秘めている、テレビで連続放送することで出会いの機会を作り出すと語り、 能動的に主張する傾向が強いインターネット番組との大きな違いを主張している。ありがとうございます。